太陽熱エネルギーとは太陽光のエネルギーが熱に変換された状態、もしくは熱の形を経由する太陽エネルギーの利用形態の総称である。再生可能エネルギーの一種であり、蓄熱が比較的容易で利用形態が多様なのが特徴である。集熱器を用いて太陽光を熱に変換し、熱せられた空気や蒸気を用いてタービンを回して発現する。 直射日光の多い広い土地を必要とするが、蓄熱できるため連続運転が可能な特徴を有する。太陽熱の集熱パネル熱としての利用には、下記のように多彩な利用形態がある。太陽熱利用は、最も古くから用いられてきた太陽エネルギーの利用形態である。一般にエネルギーを熱に変換するのは容易であるため、太陽熱は、 太陽光のエネルギーを高効率に利用できる長所を持つ。また、蓄熱することでエネルギーを貯蔵しておき、必要な分だけを取り出して利用しやすいのも長所である。利用形態は、下記のように多彩である。日本太陽エネルギー学会編、太陽エネルギー利用技術、オウム社、2006年、ISBN4 から274から 2278X、金山君よ。 ババヒロシ、ソーラーエネルギー利用技術、森北出版、2004年、ISBN4 から627946619、ソーラーウォールって何ありがとうございます。